皆様に、野党は野党で桜を見る会、あるいはそういった集会、私から見れば桜を見る会ごときはやってる暇もねえだろうけども、そういうところに追及しなきゃならない。しかし野党も昔から同じようなことやってる。自分たちが総理大臣になればもうウキウキだよ。おそのうちに安住するこの椅子、非常に居心地がいい。だからこそこれを話したくない。まさに自分たちをその椅子につけられたこの体制盛りとか体制自らを維持していきたいのが本音でしょ皆さん。今の社会が素晴らしいんだよ。この永田町から見れば、この首相官邸に居座ってる方々から見れば、世間が苦しもうが、世の中どう変わろうが、日本が危機に陥ろうが、自分が一番いい思いしてんだから一番極楽じゃねえか。そうだよ。そうだろ。今のこの極楽を変えたくないに決まってるじゃねえこいつらはよ。何が世の中変えるは日本よくするだよ。今の一番いいんだからよこいつらが見ればよ。変えるつもりはさらさらねえよこいつら。ただよ、あれから見れば日本の国民騙すのはへっちゃな。しかしアメリカの犬なんだからこいつらよ。おだろ、アメリカに言われればはい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 ってなんだよ。靴を舐めるな、ケツの穴舐めるなよこいつらよ。おだろ、アメリカで金を出せばと言われてはいはい出します。 TPP 条約についてどうだろう。 TPP は反対だけど、いわゆるこの日米の経済条約結んで自分に不利だと分かったってアメリカ言うことに対してそれとも逆らうこともできねえ。おそうだろ、一米安保条約によって完全に日本は手も足も目も全部封鎖されてんだ。自分の国を守ることもできない、自分の土地を維持することもできない。いいか、ロシアに対する北方領土、韓国に対する竹島、そして尖閣問題、いろんな問題確かにある。しかし一番大きな領土問題ってのは、我が国自身が、日本国土全体がアメリカの領土になってるということなんでしょう実際上は。我が国のいわゆる領海、領土、これは目に見えない、しかしながらはっきり分かるのは領空だよ。そうだ、上空3000メートル以上、日本のジェット機や日本の旅客機、自衛隊機すら飛べないんでしょ皆さん。我々こういうようなものを踏まえてどこにいわゆる試験の三原則があるんですか。完全に日本は心的にも植民地化されてるんです。それを認めてるのはあれじゃありませんか皆さん。いわゆる吉田茂郎、いわゆる保守本流とあがめたくなぞっているこの自由民主党の本流、じゃあ吉田茂郎は一体何やったのか。おるだろ、戦闘においてはいわゆる軍部に睨まれて英米協調路線、それは今じゃ自由路線と言ってる治安を抑えてるけども、戦前から外国だったじゃないこいつらよ。イギリスに続け、イギリスに我々を後ろ立てる、戦後になっていわゆる交渉追放によって上のやつが全部いなくなったかように転がり込んできた、自分たち転がり込んできた総理大臣の椅子、選挙の指令で椅子に座り込んだ、あまりも居心地いいからそのまま椅子座っちゃったんでしょ。そしてどうだ、急に椅子座っちゃったら部下がいねえから、部下を使うために官僚とも政治家にどん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 したのが吉田茂じゃねえか。吉田茂学校ってのがあるから、吉田学校ってのがあるけども、あれは自分の子がいよ官僚から引っ張ってきたんでしょ。伊香田隼人、佐藤栄作しかり、どうだ、伊香田隼人なんてのはお前
UR 当選した直後から大黒大臣だ、大黒大臣。いいか、もうすでに完全に吉田茂はアメリカの傀儡であり、そしてこれをもって UR 官僚を牛耳ってきた。政治家が官僚を牛耳らはこっちはなんだ。アメリカ今も日本の政治開催は全部動かせる。アメリカは吉田茂を完全に自分の傀儡としてきた。吉田茂の空身においてあの当時の日本共産党の野坂議長が驚くほど日本は軍備を持ったこと結構、自衛権すらも放棄して結構、こう言い切ったのは共産党でも公明党でも何でもない吉田茂じゃないか。そんなのをうなされたのがその松尾が自主国防だと憲法だと言ってる。笑わせろと言ってよ。自らアメリカに憲法を書かせてもらって自ら軍備を放棄して沖縄が何が本当に憲法を改正で自主国防だ、できるできるじゃないか。な、我々はそういう意味において日本の国内における最大の売国度は他ならぬ自由民主党であるということははっきりと看破しなきゃならないのであります。いいか、それを争うに愛国ずれこいて保守の陣営に対していい格好してやる、ありえないでしょ。もちろん死の朝鮮、そういうやつらに我々は頭下げるつもりは毛頭ない。で、何か保守の連中はアメリカには平気で頭下げていいのか。なあ、古来日本は2680年、あの聖徳太子1200年前の聖徳太子時代、頭を下げることは許さなかったんです。うん、おだろう、そこに我が栄光東亜の国、アジアの民主、日本の姿が三千と輝いていたのでありませんか皆さん。どうも今やその面影すらもなくない、まさにアメリカの犬だから、知らん朝鮮はもとより北戦され、韓国さんはバカにされる始末とありませんか皆さん。どうだ、始めますね。どうだろう、俺がキム・ジョンインだったらまさに日本なんてのはアメリカの飼い犬だよ。アメリカに申した方がいいだろ。あの日本に言ったってどうしようがねえんだからよ。拉致された人間だってちょっと戻しあと何も言わねえんだろ。なあ、あんな情けない国、ミサイルぶちかましちゃって日本からミサイル飛んできやしねえじゃねえかよ。これだろ、 JLM だか J アラームだか知らねえけども、バカかと言ってよ女のよ。あ、ミサイルぶちかましたんならこっちはミサイルを向こうにぶちかますのが当たり前じゃねえかよ。なあなあ、こんなのは国か、国民が悲しんでるにもかかわらず国民の生活を棚上げにし、国民が外国人に拉致されても殺されても詐欺にあったって何も言わない、まさに売国の日本は国じゃないんだよ、直面中なんだよ。自分たちだけその国の中で甘い汁を吸ってもらってアメリカに頭投げられてる。おだろ、我々はそういうものは断じて許しちゃいけないのであります。あ、腐れ者やろ、アメリカの言うアメリカに限らず外国に手を貸すようなやつは外国でなんだよ。どうだ、憲法の中でも刑法の中でも本来であればどこの国も最大最高のいわゆる国権、それは国賊に対して与えられる反逆法なのがあります。反逆法については全てこれ処刑しなきゃならないんだよ。腐れ者ながらいわゆる売国奴が始末にあげなきゃならないのであります。安倍内閣総理大臣を速やかにたたきなせ、首相官邸を白目に帰ろう。腐れ者の自由民主党は粉砕。